ップルの新型タブレット端末 iPad、 書籍や新聞、映像、ゲームといったコンテンツを持つ業界のみならず、さまざまな業種から注目を集めています。電子楽器のコルグでは、いち早く本物の楽器を模したアプリを出し、世界中で話題になっています。私たちは過去のいろいろな楽器をソフト化していってるんですね。でパソコンで作ったり、パソコンベースで作ったり、あとは例えば任天堂 DS ベースで、これ DS10 というソフトがあるんですけど、これはペンタッチで入力のものですね。でこういったものを作ってきたんですが、今回このエレクトライブっていうですね、これ2003年のものなんですけど、このモデルをソフト化したいと、これをずっと思ってたんですね。でこの製品がですね、つまみとかボタンを同時に押さなきゃいけない、そういう楽器なんです。でそれにはやっぱマルチタッチのデバイスが必要だということで、この iPad、 ここで実現させていただいたというのがこの iElectrive になります。僕らとしてはこの iPad をエンターテインメントデバイスというふうに捉えてまして、一つ読書ありますよね。で読書とか、映像を見る、映画を見る、音楽を聴くと同時に、音楽制作っていうのも、同様に趣味として広がると思うんです。裾野が広がるっていうんですかね。そういう形でどんどん一般の方が作ったものを、いろんなところで発表していけると、そういう環境になっていくんじゃないかなと思っています。 NHK 教育テレビで中高年向けにパソコンを教えていた佐々木博さんは、 iPad がパソコン教育を変えると考えています。まずコンピューターで今まで例えば何かをやりたいと思っても、そのために電源の入れ方、マウスの触り方、それからキーボードの触り方とか、そういったものを勉強しないと、メールもインターネットもできなかったんですが、この新しいこういった iPad のような新しいこういったデバイスっていうのは、もう電源入れてすぐメールを見たり、あとはそのマウスやキーボードっていうものを触らなくても指で画面を触るだけで操作できると、そういったこう一つ一つの煩わしいものを全部なくして、一番やりたいことだけに集中できるっていうのは、まずこの iPad のようなデバイスのとても魅力ですよね。でその意味では、この iPad とかっていうのは、そういった煩わしい技術を一緒に勉強するってことをもうなくして、もうすぐじゃあ音楽を作ろう、じゃあどんな風に音楽を作ったら魅力的な曲になるかなとか、どんな風にこう絵を描いたら楽しい絵が描けるかなっていうことに集中ができる。コンピューターを教える人も、これからは技術を教えるんではなくて、どうやったら魅力的に表現できるかという表現教育だったりとか、そういった伝える力を伸ばすための教育にシフトしていかないといけないという意味では、コンピューター教育のあり方も技術教育から表現教育に変わり始めたんじゃないかなって思います。まだ発売されたばかりの iPad、 そして今後続々と登場するタブレット端末、まさに iPad は新しいパソコンの形としての出発点になるのではないでしょうか。